6月25日渋谷ラママでワンマンライブです。来てねー。はい、どうもー、かきわいと鈴木源太郎です。あ、イエーイ。さあ、本日はお待たせしましたあ、その前にですね、はい、チャンネル登録と、グッドボタン押してからぜひご覧ください。はい、でも今日はもうすでにチャンネル登録をしてくれてる人たちが見ているはずだ。なぜなら、ビーファーストの出番ですイエーイ。ありがとうございます。リクエストもいつもいただきましてありがとうございます。そして、あの、非常にですね、コメント欄で皆様の民度が高いということも存じ上げておりますよありがとう、本当みんな優しいんだですね、ね、うん、そんなわけでですね、うん、とうとう新曲が、リリースされておりまして、はい、スマイルアゲイン、はい、イエーイ。ハルさんもさ、女子からすると、うん、もう、はい、あーってなるはーってなる曲なんだっていうのはね、分かりますよもう分かる分かるよ、もう。で、それのライブバージョンがあるということでですね、うんうん、あの、拝見させていただきたいと思うんですけども、はい、あの、ぜひですね、あの、詳しい皆様も、うん、あの、コメント欄でですね、うん、あの、これはイベントこうですよとかですよとかっていうのを教えてもらえればと思うんです。そして、なお、皆様は今、埼玉スーパーアリーナにいるねっていう。いや、今日がね、撮影日がね、5月4日なので。そう、5月4日、あの、埼玉スーパーアリーナに行っている皆様が多分この動画を見ることになるんでしょう。そうですね。ちなみに、スタッフの僕は、昨日ビバラロックで埼玉スーパーアリーナに行って、スカイハイを見ました。ですってー。めちゃくちゃかっこよかった。いやー、よかったね、いいねー。ギャルだったわ、思った以上に。ギャルってめっちゃギャルだった、すごいわ。だって裏ピースしてるんですよ、結構何回も。そう、ギャルいわ。みんな知ってるでしょ、そういう人だっていうね。ギャル話もっとあったら聞きたいっすもん、スカイファンになりかけてる今。それをもうぜひコメント欄 で、ね、教えてください。今回そのスマイルアゲインが、うん、from DUNK って書いてあったので、はい、あの DUNK の、イベントというか、うん、プロジェクトなんだよね、その DUNK っていうプロジェクトの、うんうん、はい、中でのなんかステージなのかなって思ったんですけど、うん、ちょっとその辺詳しくないので、あの、教えていただければと思うんですけれども、お願いします。はい、まあちょっとね、はい、ここのところ BE:FIRST で盛り上がりに盛り上がってますんでね、我々のチャンネルがねあのね、あの、このチャンネルを見ている人が他にこんな動画を見ていますっていうさ、はい、あの、うん、ああ、出てきますね、欄があるんですよ裏側でね。そう、はい、あの、こう管理者アカウントの方で、ね、見るとね、あの、全部 BE:FIRST の動画で埋め尽くされてるんですけどみんなどれだけ見てんの前 BE:FIRST の動画と一緒にコミュニティ投稿してアンケートをつけたんですよ、うん、はいはいはい、で、あなたはこのブンブンバックの何回を再生して再生してますかっていうコメントに対して、うんうん、あの、10回100回とかじゃなくて、うん、多分全体再生数の 10% っていうのを入れたら、うん、全員それクリックしててもう全体のね、あの、何百万回っていう再生の中で 10% 自分ですよと。耳に穴が開くこと聞いてるんだろうなみたいな、もう相手とは何でもない、熱烈な、そっかそっか、熱烈なファンの皆さんがですね、支えてくれているこの BE:FIRST、はい、ぜひ、みんなで一緒に見たいと思います。さあ、見よう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 、この日のために大切に準備してきた曲です。僕が見てた夢はよ。ちょっと音楽的なこと言っていい、うん、あの、あれなんですよね、メロディーがさ、はい、バン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 っていうこのリズムに対して、うん、後ろの音でもポンポンポンって、うん、あの、同じリズムで来るのってちょっと珍しくて、うん、なんていうか、ちょっとなんか凝ったねっていう感じなんだけど、普通はメロディーに被らないようにダンダンダンってきたらパンパンパンってこう後ろにこうアレンジって乗せるんでね、ボーカルがメロが来てアレンジが来て、うん、メロが来てアレンジが来てみたいな順番でこう作っていくっていうのが、まあ、よくやる手法なんですけど、はい、そこあえての被せますかみたいな、ね、ちょっと珍しい、なんかあんまやらないよね、意識、まあ、そう意識しないとやらない、うん、だから尾形まで、うん、
リズム曲面まで削ったアレンジがメロディに直接リズムを当てていっちゃうっていう切り口なんだと思います。あ、そうだね。そういうちょっとマニアックなお話です。マニアック。いいね。いいよ。今も本当ね。キューンってなって。キューンってなって。キューンだよね。俺もなるわ。キューンってなって人がいる。大人なんだよね。いや、竜兵くんがね、一番年下ですよね、確かね、竜兵くんが。で、その竜兵くんが、君は綺麗だって言っちゃうあたりが、もうキューン。でね、私ね、あのね、思ったんだけど、ね、顔が好きなんだわ、私、もともと、そもそも竜兵くんの顔が竜兵くんの顔がね、大好きごめんごめん、顔の話はね、あのね、いつもしないでおこうとは思ってるんですよ。私たちは顔で好きだったんじゃありませんって、言われるかなと思って、ね、分かるよ、音楽が好きなのは分かるんですよ、うん、でもね、顔も好きよ正直なとこ正直なとこ、顔も好きなんです。好きですわ、好きですわ。いやいいわ、曲と歌詞が最高だ、これ。ちょ、サビ聞こうか、とりあえず。ごめんなさい、ごめんなさい。ちなみにですよ、はい、あってこういうこう、リズム、その伸びのメロディーの、うん、あとかって、うん、そのだ本当はこう惰性でこうハーってこう降りる部分をリズムをつけるじゃないですか、はい、あっていう降り方をするときに、はい、どうしてもこう複数でまあ歌ってるときなんか特にそうなんですけど、うん、そのね、なんかね、リズムを取る、そのピシッピシッピシッって綺麗にこう止めていくのって、うん、やっぱすごく意識しないといけないんだけど、はい、意識しすぎちゃうとこう強くなっちゃったりするのね、あとかって、はい、でその力のこのうまく抜いて、うまく抜いてのあっていう、うまーいみたいなっていうのありました。体に染み付いてるってことなんですかね。そうね、だからやっぱりね、すごくこう、まあ、トレーニングもされてるでしょうし、その楽曲とその、まあ、ボーカルとしてのそのなんか楽曲に乗せた、うん、ここはこういう風に歌った方がいいよみたいなのをちゃんとみんなで統一してる感じがすごくする。確かに。今の良かった、このスマイバーン来るよ、こうもうバーンって聞いた時うわーってなるんだけどもこの前の段階のこのボーカルの伸びがこの盛り上がりを作ってるんですよね。なるほど。そうなんですよ、だからね、やっぱりね、このね、バーンってね、いいねいやもう俺ね、ほんと嫉妬してる。なんでずっともう彼らの曲はすごくて。そうだね、うん、だって、うん、スマーってこうさ、うん、1小節、うん、全音符以上伸びてるメロディーで、うんうん、なんかこう印象に残すのって難しい走りなんですよ。そうそうそう、だって1小節4拍だから伸びてるメロディー、はい、1音なわけだから。あ、確かに1音を印象的にしろって言われてもって感じでしょ。確かにあーって言ってるみたいな。そうそうそう1小節だからそれで使ってもなおいい曲だって思うわけだからすごいね。確かに。だからスマイルアゲインって、うん、風にタイトルをつけてるから、スマイルが来たらスマイルがバーッと伸びたらアゲインが来るのも分かって聞くのも、うん、そういう歌詞 の, マジックももちろんあるし、うん、そう、あともちろんハーモニーも綺麗なんですけど、うんうん、あとは君は綺麗だの力かなって思います。力だねそれはもう多分にあるね、うん、6割 6.5
5割ぐらいはこの君は綺麗だのフレーズがもうあの曲全体の何かを占めているパンチラインってことなんですね。そうそうそう、ね、確かに、ね、ヒゲダンのね君は綺麗だもね、うん、すごい残ったんですけど、うん、ここも一緒ですよ ね一緒っていうかこうハハってこう男なのにね、なんかこう、うん、大人の魅力がさこうなんていうのやられるやられる感じ、そう大人の魅力としてなんかやられるもありますよね。そうね、うん、いやいいよね。すげー素晴らしかったです。いやーよかったね。でこう最後ビブラートでね綺麗に決めるね。ねこりゃ盛り上がるわ。歌力よ歌力よ。そうね、いやこれをプライムサウンドスタジオ、うん、で、ね、撮ってた、はい、あのエイペックスのスタジオで撮ったんですね。そうそう、あのクレジットを見て姉ちゃんが知ってるってなってた。そうなのね、そうなのね。レコーディングが、うん、あのああああってやってたの、そうそれだ。そこだとかってスタジオにいたかったですよね。ですよね。いやいいものを見させていただきました。いいっすね。本日もありがとうございます、うん、ありがとうございます。お付き合いいただきましてスマイルアヘリ、いい曲でしたね。はい、笑顔になってしまいました。はい、ぜひですね、皆様、はい、あのコメント欄でですね、あの我々が知らないことをどんどん、うん、あのコメントしていただいたりとか、はい、あの分かってるでしょっていうことでも、あのもう一回分からせるために書いていただいたりとか。皆様 の, あの推しの話はもう十義分義聞いているんですが、また推しの話でもしていただいても、推しが違うからといって喧嘩はしないでください。そうですね、そうなんですよ。それしないでください、うん、ね、それぞれが好き、そう、そんな感じでいいと思います。じゃあ、埼玉スーパーアリーナお疲れ様でした皆さん。行った方そうね、大変だよきっとね。しんどいっすよ、ね、8席超混むんでね。ああ、うん、そうなんだ。ひどいなっすよ、あれはすごかったっすよ。楽しかったと思います、うん、私行ってきましたよみたいな、楽しかったですよみたいなコメントもお待ちしてますんで、うんうんうん、また、次回もどうぞよろしくお願いします。チャンネル登録とグッドボタン押してから、また次の動画もお楽しみください。よろしくお願いします。はい、じゃあまたね。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。